はい。ドキドキ。ゆるさーん。はい、もしもーし。もしもーし。こんばんはー。こんばんはー。シャイルさんのイラストをよく描いてくださっているソーマゆるさんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、ちょっと急にお誘いしたのに来てくださってありがとうございます。いやいや、こちらこそ。なんか歌い手じゃないのに申し訳ない。そんなことはありません。そんなね、ちょっとむしろこう誘っね、ごめんなさい。なんでなんで。そんな身分が違うのに誘ってしまって申し訳ありないでないと思っております。あれでしょ、こっちが下という意味でしょ。そういう意味じゃない。そういう意味じゃないよ。はい、うん、はい。ね、ここからちょっと1時間ほどお付き合いいただけるのは相馬ゆるさんです。はい、よろしくお願いします。はい。怖い、1時間とか大丈夫かな。そう、あの最初の方にね、うん、あの昨日もらったやつをね、ま、なんか気づかないで出しちゃってなんだけど、うん、出しちゃって大丈夫ですかね。うん、出しちゃって大丈夫。え、何をだろう。あの昨日のクジラ。ああ、うんうん、大丈夫だよ。本当、うん、あれ背景がみかんだけど。いや、真っ白、真っ白で、真っ白でって言っちゃった。これ、ね、申し訳ない。ちょっとズームしてる。うん、これね、この描いてもらったやつ、絵なんですが、こうちょっと前に歌ったね、青のクジラと電波塔っていう曲、アップしてないんですけど、その曲をね、ゆるちゃんにね送ったらね、こう描いてくれたんです。描いてくれた。シャイロの声は聞いてると本当に本当にすごいね、絵描きたくなるんだよね。ありがとうございます。ひー、ありがてー、ありがてー。そう、もうお尻のとこにね、クジラのね、尻尾がね、タトゥーで入ってるのがね、すごいこう、ツボ、ツボなんだよ、シャイルさん的には。うん、ね、もうタトゥー萌えだからね、もう肌があったらタトゥーを入れるみたいな。入れねばって、もう使命感で。こんばんは。はい、思ってたような声で素敵でしたと言われておりますが、ね、ありがたい。リスナーの皆さんがイラスト素敵って言ってくれたりとかするのがとても嬉しいです。ありがとうございます。いや、もうね、本当にありがとうございますだな。うん、でね、このかかってるヘッドホンがね、うんうん、実はね、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 いや、でも気がつく人いないさそう。なんか前よりはもうちょっと派手にしたからね。こうズームしたいんだけど今できないのが悲しい。悲しい。ね、ちょっと気づいた人は、うん、いるかな。ちょっと結構前だもんね。ねえ、だいぶ前だよね。うん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 。このヘッドホンを見て何か思い出す人いるかな。そう、思い出した人、その通りです。何年か前に黒猫さんと一緒に歌いました、ジェミニの時のヘッドホンと同じヘッドホンなのですよ。でもだいぶいっちゃったけどね、装飾のところが同じのに必要になってるんだけど、うん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 、そう、このね。このヘッドホン欲しい、本当に。そうなんですよ、このね、イラストをいただいた時に感激して思わずディスクトップにしちゃいました。やったー、ありがたい。すでにディスクトップにされております。うん、ありがとう、ゆるちゃん。いえ、こちらこそ、いつも素敵な音源をいただいているので。いや、なんかこうね、ちゃんと歌ったやつでもね、こうありがとうってすごいね、こう想像では笑顔で、すごい笑顔で受け取ってくれている。んだよ。だからね、もうね、いつも元気をもらってるんだよ、みんな。いやー、もうほんとこちらこそだね、ほんとにね。
ありがとうございます。はい、ちょっと待っててね。よし、書きました。うん、おかえり。ありがとう。そう、ハイセンスだよね、ハイセンスだよね、みんな。ありがとうよ、ありがとうよ。今日もね、お仕事でね、忙しいのにね、時間を割いて来てくれたのです。いやいや、忙しくはない、大丈夫。でもなんか今日ね、来てくれる、来てくれている人、というか来てくれている、ん？来てくれる人たちは、みんな多分忙しい人たち。あーね、うん、うち以外はね。いや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 、本当に。マイクに風が当たるような音が入っている？あ、あれかも、扇子で置いてるからだと思います。シャーって。でもシャイルさんも後ろで扇風機回してるから、うん、今日も暑かったね、ほんとね。暑かったね。うん、もうさすがに買おうかなって思ってるよ、ほんと。エアコン、うん、買った方がいいと思う。あの、翔ちゃんが死んでしまう。うん、もうね、生まれてこの方、エアコンで、ね、エアコンつけた部屋で涼んだことがないです、お家で。おー、うん、すごいね、丈夫な子だね、シャイルは、本当に。いや、何度やられかけたことか。うん、うん、なんだろうね、もう、でも、もうダメだ。もう、さすがに、さすがに生きていけないんだ。もう、本当に暑くて暑くて、今日もね、死んでたよ。うん、ねー、うん、今日は死んでおりました。はい。ね、もう湿度も高いからね、息苦しいよね。うん、今日はさ、そう、あの、雨降った後にさ、日がパッて出たじゃん。うんうん、あれがほんととどめを刺した。うん。うん、あ、やっと涼しくなるなって思った途端にパッて荒れたから死ぬかと思った、ほんと。うん、もうなめくじ状態だった、うん。でも雨降るとやっぱりちょっと涼しくなるよ。涼しくなるね、ちょっとね、うんうん、うんうん、こうね、スッと風が、気持ちいい風が吹いたよね。うんうん、そう、そしてあの、ゆるちゃんもね、何も考えてないんだけど、とりあえず1時間撮ってしまったわけです。うん、何かしましょう。何しよっか、どうしよっかね。何しよっかな。昨日、あ、そうだ、昨日寝たんだよね。ん、寝た？そう、寝たよね。え、うんうん、寝てるよ、寝てるよ、ちゃんと。シャイル、うんうん、シャイル寝たよね、昨日。うんうん、でもね、最後ね、ちゃんと、うん、寝るねって言って、あの、ちゃんと来たから大丈夫だったよ。あ、ほんと？あの、うん、ゆるちゃんとツアーするといつも先に落ちるよね。うんうん、いつもね、ね、先に寝ちゃうんですよ。あの、なんかいつも眠気に勝てなくて、うん、いつもね、記憶がないまま寝ちゃうんですよ。だからいつの間にか寝てたとか記憶がないとかつぶやいた時は、ゆるちゃんと電話してたんだなっていうことなんだよ。うん、なんだろう、この不思議ワールドパート2。いやー、なんだろうね、うん、ゆるトーク、ね、そうだね、ゆるわいひわいコメントが多い。なんで？なんで卑猥？なんで卑猥なの？卑猥どころがよくわからない。卑猥じゃないよ。寝たってこと？それはね、グースか B の方だよ。そうそう、睡眠のね。そうそう。いつもね、勝てないんだよ、眠気に。そう。そんでね、昨日はね、さすがに学習したの。あの、ベッドの上で喋るから寝ちゃうんだなと思って椅子の上に喋ってたのね。うんうん。で、椅子の上に喋ってたら、椅子に座って喋ってたら、そんなに眠くなってないな、うん、これちょっと大丈夫かも、今日は眠くないかもって思って横になった途端にガーって。やっぱりね、お布団に行くとね、気が緩むんだよ、きっと。そうなんだよ。お布団に行っちゃったから、もうバタンって倒れてグーって。寝ちゃったよ。いや、寝るのは大事だよ、ちゃんと寝ないとね。うん、寝なくていい薬が欲しい。ね、あったらいいのに。ね、もう寝ずとも生きていけれるようになりたい。うん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 。あ、そしてゆるさん、そうですね、うん、あの、
さっき犬尾さんと喋った時もこう言ってたんですが、言ってなかったな。そう、ゆうね、スイーティースイーティーとかでね、よくお世話になりましたね。あ、うんうん、あれね、本当にすごい暴走がひどくて申し訳ないね。いや、素敵なストーリーをいただきました。言ってた、言ってない、そうだね、言ってたっていうことは言ってないね。うん、そういうことか。そういっぱいいっぱいもらいましたね。まだね、アップしてないやつもあるんだよね。だからね、そっちの制作も、他の曲ってことか。そうそっちの制作もね、しないと、なんですがね。しないといけないです。そう、本当にいっぱいもらったんだよ。そのね、スイーティースイーティーもそうだけどね、このおやつのタイムのやつとか、スイートタイムかのやつとか、あの、これブランケットになった。あれだね。そう、うん。ブランケットとタオルと両方ね、あるんだよね。そう。ブランケットとタオル、あの、シャイルのね、グッズがあるんですよ、実は。グッズが。ねえ、ゆるちゃん。ね。ね、あるんだよね。あるんですよ。こちらはですね、税抜きで5000円ですね。高い。めっちゃ高いよ。高い。高いけど、手触りはとてもいい。あ、でも同人ブランケットって高いやつそれぐらいするっぽいよね。そうだね、発注数が少ないからね。ねえ、大手の人とかだとね、もうちょっと安くとかできるけどね。そうなんだけどね、ちょっとね、やっぱそんなに発注はできないね。恐ろしくてね。ちょっと心臓がキュッてなるよね、金額がやばくて。難しいよね。そうそう、あとね、これはね、なんだっけ、なんだっけ、ゆるちゃん。なんて言うんだっけ、カード。カードっていうか、あ、ステッカーだ。こちらはですね、ステッカーでございまーす。ステッカー作ったっけ。作ってない。作ってない。こちらはステッカーでございます。ちょっとちっちゃくなっちゃったけど。1枚200円ですね。これね、マスクありとなしとあります。でもなんかたくさんね、差分書いたね、楽しくなっちゃって。そうね、グールのね、歌ってみた動画でこう、そう、使わせていただきました。ありがてえ。ね、元はなんかね、全然関係なくなんとなくで書いた落書きだったんだけどね。あとゆるちゃん、あれは出しちゃダメだよね、さすがにラフだもんね。どれだろう、書きすぎててわかんない。うまっぱら、あー、今制作中のやつか。そうですな。制作中でもシェルが出しちゃっていいやって思うだったらね、いずれアップする予定のものなので。あ、そうだね、いずれアップしますので、じゃあこちら制作中でございます。ふわー、眠い。あー、起きた。あー、起きた。眠いなー。あ、もう12時か、お昼かーっていう感じですな。感じですね。はい。そうです。あとね、すごい可愛いでしょ。制作中です。制作中でございます。いろいろもらったな、本当にありがとうございます。もうこれもね、書いてて楽しくなるとどんどん増えるんだよね。本当にありがたいです。これちょっと縦長なんだけど、そう、あれは去年だっけ、去年の夏かな、書いたやつだよね。そう、これは名刺です。名刺作ってなくない？サイドイベント出ないよね。出ないね。出るといいよ。出ないけど、ね、20枚ほど吸って誰かに渡して回ろうかな、友達に。実は名刺作りましたって言って。そうで、あとですね、こちらはそうですね、こちらはキーホルダーですね。キーホルダーの裏と表じゃない、なんだっけ、2つあるんだよね。缶バッジか、あれ、どっちだっけ、ね、あの丸いやつ。そう、丸いやつ、ね、シャルなのゆるちゃんグッズ
ね、袋にちゃんと入ってるよ。そんなものがあるのか。紙袋にまとめてあります。このたまに出してニヤニヤしてまたしまってってしてる。うん。で、これは次のやつはハンカチ。ハンカチです。1枚800円です。高いかな。なんかどんどん情報を捏造してる。いや、出せたら楽しいよねっていうさ。ねえ、確かにね、うんうん、お金の都合がつくんだったらね、グッズいろいろ作りたくなっちゃうね。うん、楽しいでしょう。ねえ、いいよいいよ。皆さん、どうぞぜひ希望してください。もしかしたらあなたの願いが叶うかもしれない。みんなは一人のために、一人はみんなのためにだ。うん、さあ望むんだ。さあ望むんだ。でもね、ゆるちゃん、このさ、よく使わせてもらってるこのちょっとかっこいいやつ、これはね、これね、名刺にしたいって思った。あ、それか。うん、それね、すごいなんかよく使ってくれてるからね、ちゃんと清書したいなって思いながらまだやってないね。うん、いつかお願いします。ね、いつか書きたーい。うん、欲しいね。うん、欲しい。あ、それこの間買ったわーって。おー、マジかさすがです。書いてある日付、私の誕生日だぞ。おめでとうございます。1月25日ですね。おめでとうございます。その日は寝ていました、多分。すやすや。そう、すやすやしてた。うん、そうかそうか。なんかとてもこう全部だけどノープランでね、ちょっと呼んじゃったから本当にごめん。ちょっとこの後の人も申し訳ないな。ちょっとなんか考えないとな。なんだろうこう前日まで何しようって考えてて、来週あたりだったような気がするなって思って、日付を見たら明日じゃんって思ってさ。今日いろいろやっててさ、全然考えてないんだ。うんうん、うんうん、ねえ、こんなもんだよね。最初のね、歌の部分しか考えてないの。楽しいことをしよう。そうだね、楽しいこと。よし、今年は何をしたいですか？今年の目標。今年の目標。夏の半分終わったよ。夏の目標だよ、夏の。なんだろうね、とりあえず生まれるパラレルなんとかしようか。あ、そうだね。そうだった、じゃあシャイルさんはトゥルティンをなんとかする。あったね、あれも結構前だからね。そうだ、ごめんね。いやー、なんとかする。うん、うん、頑張って全部取るよ。一応ね、あ、全部取ったんだ。あ、そうなんだ。じゃあ、あと動画だけみたいな感じなのかな。あとミックスしないといけないんだ。お、そっか、ミックス、耳が疲れるやつ。そう。そうなんです。いやー、ミックスか。あ、うん、ミックスだ。うん、いやなんか、ミックスはシャイルンがするのか、他の方にお願いするのか。いや、自分でやったら楽しいだろうなって思うけどね。やろうかな、自分で。きっと楽しい。この、今出した、ね、相当初期の頃に書いてくれた、ね、これ、うん。ね、iPhone ケースにしようと思ってさ、制作してた。この細かいの？そう、すごいね、こう、お気に入りだからね。iPhone ケースにしようと思って作成してた時期があったんだよ。うんうん。こう、手帳型でさ、そう、表があれで。手帳型とかにね、したらできなくはないかも。うん、そうそうそう。で、裏があれで、なんか女の子で、表が男の子で、みたいな、うんうん。しようと思ってた時期があったの。うん。そう、結局お流れになっちゃったけど。うん、そういうの面白いよね。ねえ、うん、手帳型ってお金かかりそうだね、すごいね。そうなの、だからね、お流れになったの。
同人グッズ結構個数作んないと金額がね、空いたな感じだからね。そう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 、リスナーさんだったらスマホケース、 iPhone ケースか、スマホか、スマホケースとブランケットとハンカチ、あとストラップだったらどれが欲しいですか？作らないかもしれないけど作らないかもしれないけど、興味本位で質問だけみたいな。そう、興味本位で質問だけします。シャイルは海に行くことでしょ。あ、そうだね、海も行きたいな、川も行きたいな、山も行きたい。お、あちこち行くね。うん、実はアウトドアなの、アウトドア派なの。外に出ないけど妄想アウトドアそうなんです。ストラップ、スマホ、スマートフォンケース、スマホケース、全部、全部か。一応ブランケットあるぜシャイルのだけだけどうん、ブランケットは今時期的にね、あんまりねって感じだよね。そうだね、作るとしたらあれだね、タオルとかね。うん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 、タオルとかタンブラータンブラー、うん、ね、そう、タンブラーもそのうち送るからそう、タンブラーもあるんだ。うんね、うんうん、量産しましょう。そうですね、うんうん、10個ぐらいあれば足りるかな。10個じゃ少ないかね。え、どうなんだろうね。ね、でも3、ね、少ないと10個とかぐらいからね、うん、受け付けてくれるとことかあるからね。うんうんうんねえ、こうみんなが欲しいっていう数によるよね、作るのはね。うんうん、そうだよ、購入する数を書かないとね、余計に作っちゃうからね、そういう時ね。ね、在庫がいっぱいあるとちょっと心が痛いからね。そう、心が痛い、あーこれどうしようってなっちゃうからね。うん、カップ、T シャツ、T シャツは着づらくないかな。ね、うん、部屋で着るだけとかもったいないよ、お金がね、うん、もったいないよ。カップか、あ、コップね、コップいいね、コップね、ゆるちゃん、コップ、コップね、コップとかもあるよね、うんうんうん、なんか大手さんとかだとさ、めっちゃ可愛いカップとかね、作ったりとかしてるよね。ねえ、でもカップって印刷難しそうだねえ。ねえ、うん、どうやるんだろう、あれ、あ、あれだね、あの、貼るのかななんか印刷して貼るのかな、ペタって。ねえ、どうなんだろうね、どうやって作るのかは分かんないけど、うんうんうん、物によるだろうしね。ねえ、どうやって作るんだろう。完全予約にするの、そっちの方がいいかもねそうだね、なんか作るってなったらね、ある程度ね、うん、欲しい人具体的に何人いるのかってやってからだったからな、レンブランケットとかも。うんうんうん、あ、でも一番買いやすいのはアクキーとかなのかな、キーホルダー、ね、うんとかなのかなと思うけど、ね、でも実用性はない。他の意見だと缶バッジとかネックレスとかブレスレットってどういう状態なのかなどういう状態なんだろう、うん、気になる。缶バッジ、缶バッジね、うんうん、あ、シャイル缶バッジあるんだよ、そういえばえ、あるの、うん、あるの、あの、いつだったか覚えてないけど、ライブに出させてもらった時があって、うんうん、その時にそのライブの主催者さんが作ってくれたの。おー、そうなんだ、すごーい。そう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 、缶バッジとクリアファイル、うん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 、あー、いいなー、そういうのね、作れたら楽しいだろうなクリアファイルもいいね。ね、うん、楽しそう、いいね、クリアファイル。しかしクリアファイルはなんかお金取るっていうよりさ、なんかもうプレゼントでみたいな感じだよね、うん、あー、うんうんうん、ね、なんだっけ、ノベルティって言うんだっけ。ノベルティって言うんだ ね、そういうの、うんうん、なんかね、本買ってくれたらおまけでつけますとかっていうもんね。うん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 、シャイル本買ってくれたらおまけでつけます皆さんつけますって。うん、シャイル一番くじ作ろうって言ってる方がいて、ラスト賞なんだよラスト賞はなんだえ、 C 賞と D 賞が缶バッジとキーホルダーで、 B 賞がハンカチなんか手帳
うわ うわ、ゆるちゃんの絵は可愛いんだろうけど、可愛いからいいんだろうけど、うん、なんか心に来るね、それは果たしていいのか。ラストショー本人はうちも思ったラストショーは本人ですか。わー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 、うーん、3食昼寝付きならいいぞってうん、クラウドファインディングってなんだ、ファンディングってなんだろう、ね、なんだろう、なんですかなんですかって、うん、そう、こういうのは企画段階が一番ね、楽しい、うん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 、そう、ラストショーはシャイルさんのミニアルバムですね。世界に1枚しかない、いいね、それね、1枚しかないよ、全部取り直してか、あの、取り下ろしだよってそうですね、うん、うんうんうん、なんでなんだっけ、 A 賞、 A 賞は、じゃあ A 賞はゆるちゃんだね。なんでいらない、それすごいなんでなんでなんで、あ、おめでとうございますって、ありがとうございます。ほうほう、シャイルのサイン欲しい。サイン、うん、ね、サイン、うん、 CD とか作ったらサインとかするべきだよ。サインか、ひらがなでいい。いいと思う。ひらがなのサインも可愛いよね。英語も可愛いけどね。どう書いたらいいのかな。考えるといいよ。どうか書けばいいのか。わからんね。うん。うん。ひゃ、うん、どう書いたらいいのかわからんね。こう、難しいよね、名前。うん。ねえ。うん。なんかもっとこう書きやすい名前にするべきだったな。手形でもいいよ。手形か。手ちっちゃいから嫌だな。うん。ペッてペッて。あ、はい。頭痛い。大丈夫ですか。おやすみなさいまし。おやすみなさいまし。名前の由来。名前の由来は特に なくはないんですけど、ないです。なくはないです。あの、なんだっけ、キャラクターの名前をひねりました。ね、うん。でもなんかこう、原型とどめてないくらい変わってなかったっけ。やとるしか合ってない。微妙。うん。それは由来っていうのかねっていうね。由来、なんかひねりました。うん。なんかそのキャラの名前が可愛かったんだよ、個人的に。こうね、うん、あ、よくわかったね。そうそうそう、その子、うん、その子の名前をちょっとひねって、最初そうキャロルにしようと思ってたんだけど、うんうん、ちょっとね、名前をこうなんかないかなって、こう1文字ずつずらしてったら、あ、シャイルってなんか言いやすいなと思って、うんうん、そうで、シャイルにした。うん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 、うん、そういうことだ、うん、誰、呪符使いの男の子ですね。あ、まさかのショタコ。え、キャロルって名前でショタコ。そうそう、ノリじゃなくて。ね、それでね、紫の髪の毛の、うんうん、すんごい毒舌な男の子なの。いいね、かわいいね。そう、毒舌さがいいよね。毒舌ってとこがね、またいいよね。うん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 、そう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 、いいでしょ。かわいいんだよ、その人がかわいくて、そうそう、ちょっとね、名前をねひねってね、借りました。うん、シャイルってこうかぶらない感じしていいよね。そうだね。そう、最初ね、自分も かぶらないだろうなって思ってたんだけどね、最近、うんうん、最近でもないか、こう思ってたんだけど、そうでもなかった。あれ、そうなんだ。うんうんうん、あんまり似たような感じの名前聞かなさそうだなと思ったんだけど。いや、そんなことはなかったね。そう、そっか。うん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 、そうです。そんなことはなかったとです。なんか分かりやすいのないかなって思って探したんだけど、なかった。
なかったな。出てきた。出てきたんだけど、いいのかな？でっかいのがない。ないー。あったあったあった。この子なんですよ。そうそうそう。この子、髪の毛が紫色です。なかなか変わんない。あ、変わった変わった。かわいい男の子なの。うん。そう、この人からね、ちょっともらった。そほうほう。う。うん。そうそうそう。ゆるちゃんは、前は名前が黒豆さんでしたが、何か由来とかあったのですか？そうだね。黒は、あれだな、腹黒いというか性格悪いから黒ってつけて、豆は低身長だったからつけたんだったと思うな、あ、確か。そうなんだ。すごいね、こう、腹黒いってこう、なんか腹黒い人ってさ、無意識な気がするんだよね。無意識な人が多い気がするんだけど。そっか、自覚があるんじゃダメなのいやいか。やいやいや、そうじゃないよ。だからきっとゆらちゃんは腹黒じゃないよ。かー。大丈夫だよ。じゃあ、今の名前はなんか由来があるの？今のやつあんまり、あ、でも若干本名から取ってる感はあるのかな。でも由来っていうほど由来ないかな。なんかなんとなくでつけた気がする。かわいいよね、ゆるっていう名前が。やったー。中の人全然違うけど。いやいやいや、同じだね、最後が「る」っていうの。る、る、る。あ、ねお揃いだ。 お揃いですよ。いいだろう、みんな。もう腹黒いのは優しい証拠だと思うっていう意見がある どういうことだろなんだろう、分からん。わ からない。優しい証拠。でもなんかそんな、それはね、そうだね。納得しちゃった うまく言葉で言えないんだけど、ほら、誰か説明するのだ。さあ、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 そっか。ゆるちゃんは、ゆるっていう名前は、何かあったの？なんだろうね。特に由来というか、やっぱ、ないかな。ないの？なんかね。そうか。ゆるゆるーとしたい感じ？まったりーって。ねえ、そういう感じかな。ほう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 。自分で白いとか言うよりはね。シャイロさん白いですよ。中身。超真っ白。もうね、黒い点何一つもない。本当に。シャルはピュアだもんね。ピュアピュアですよ。本当に。ピュアピュア。もう本当、生まれたての赤ちゃん肌みたいな人。そんな人だよ。そうだよ。落語家の六代目。あ、なんて読むんだっけ？忘れちゃった。読めない。え、忘れちゃった。 なんだっけな、忘れちゃった。肌のことかな。いや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 、なんで卑猥って言われるようになったの？そういえば、なんでなの？何言っても卑猥って言われる気がするってか、言われてる気がする。なんでなの？なんでなね、の？なんかシャイロ卑猥説一回広まったら止まんなくなっちゃったね。ね、なんなの？ あ、いらっしゃい、今北さん。卑猥じゃないよ。てか、卑猥っていうさ、コメント増えた、なんか、コメントさ、一人がした途端にコメント増えるのやめない？ なんで？ありがとうございます。なんでだろうね。なんも、ね、ほんとすっごいピヨピヨなのにね。
ね、ピヨピヨなのにね。ね、ほんと、ピヨピヨなのに、もう汚れの、汚れも何一つもない、ほんと天使の心を持った人なのに。うん、うん。否定されないのもなんか辛い。否定されないんだけど、どうしよう、リスナーさん。ツッコミが不在状態。うん。誰か、誰か否定して。否定して。絶対。うわぁ。否定は返ってこないけど、卑猥は返ってくるね。何なんだよー何なんだよー。シャエルさん、ピュアピュアだと思うよ。うん、そう、そうか。そうか。うん、わかった。てってってんてんしの羽で。ラララランドセルはってやつ。じゃあ、ゆるちゃん、ゆるちゃん。はいはい。ラララランドセルはん天使の羽。天使の羽。天使の羽。わかったよ。天使の羽。うんうん、天使の羽。ありがとう。わわわわわわわ。ゆるさんが一番好きなシャイル曲は？だってシャイルの歌ってみたわ、だってもう一番好きなのあれかな、やっぱり Keep Only One Love、 あ、それね、クールって訳して呼んでるあれとか、うんうん、あとリフラクトとかすごい好きかな。うん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 、ね、言ってくれ、ね、すごい前から言ってくれてるよね、 Keep Only One Love。 うん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 ね緑のやつでしょ。うんうん、うんうん、あれね、すごい頑張って歌ったから、もう全部頑張って歌ったんだけど嬉しいです。うん、うん、ありがとうございます。うんうんうん、挨拶だけで寝ます。はい、おやすみなさい。もう12時になっちゃうもんね、あと1時間したらね。早いね。ね、早いな、ほんと。じゃあ、リスナーさんが一番好きなシャイルの歌見た動画は何ですか？聞いてみよう。うん、なんだろうね、気になるね。なんだろうね、気になる。気になる、気になる。全部ひわいて。なんなんだ、なんなんだ。路地裏、あ、路地裏猫の正体。ふん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 。ワールドンから、あ、もうもはや、もうもう、もうね、もうない、もうないやつ。あ、そうなの？消しちゃってるの？いや、非公開になっております。あ、そうなんだ。うん。プラスチックボイス。あ、プラスチックボイスね。チルトさんの、すごいキラキラしてていいよね。ねえ、あれもかわいい。うん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 。スーパーイエロー。はぁ、西澤さんの。うん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 。あれも、あのね、スーパーイエローもすごいね、歌いやすくて、楽しかった、歌ってて。うんうんうん。イエロー。あ、イエロー。そう。KZ さんのね。ライブチューンさんのイエロー。うん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 。イエローいいよね、あれね。ねえ、もうほんと今でもすごいお気に入りのね、歌見たですよ。自分のね、曲でお気に入りってあんまりないのだけど。うん。もうミクちゃんがそして可愛い。うん。ミクが可愛いのだ。うん。合言葉、合言葉、あ、通か。そうそう、あれね。あのね。ね、合言葉通、うん、やばいね、あの破壊力ね。ありがとう。破壊力？うん、バカが可愛すぎて。あ、あれか。最後のね、バーカって言ったやつね。あれね、うん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 。というか、全部好き。あ、ありがとうござる。もう言葉のいらない約束。あー、ナルトだハニーワークスさんのね。うんうんうん。俺もイエローかな。イエローね。もう、黄色。すごいいいよね、イエロー。うん。もう、元がね、すごい好きだから、もうほんと歌っててすごい楽しかった。うんうん。プラチナ。あープラチナ
あれだね、ロンさんと一緒に歌ってるやつ。一緒にっていうか、ロンさんが歌ったやつに合わせたやつ。あ、そうなんだ。そうなのだよ。そうなのだよ。ジェミニ、あ、ありがとうございます。もう、なんか、いろいろみんな聞いてくれてるんだね。ありがとう。ハローハワイユ。あー、ハローハワイユ。懐かしい。もう、すごい前に歌ったやつじゃないか。うん。あ、はい。間に合いましたよ。いらっしゃい。いらっしゃい。タイムシフトもあるので、よかったら聞いてね。プラチナデータ。プラチナデータってなんだ？なんだろう。なんだ？考えてみたら全部いい曲。うん、全部、もう、ね、そう、全部いい曲だよ。もう、本当に。ね。なんかすごいよね、ニコニコ動画ってね。ねー。いやー、素晴らしい。脳内革命ガール、あー、あれだ、マレツさんだ。うん、もうすごいかっこいい。おー、映画、映画、何の話だろう。あれじゃない、プラチナデータって映画であったんじゃなかったっけ。あ、そうなんだ。うん、なんかそんなあった気がするかも。全然知らない。全然知らなかった。ほんとみんないろいろ聞いてくれてんだね。ありがとう。うん、ありがとう。もうほんとみんな感謝ですな。あとね、なんだっけな、自分で歌って、これうまくいったなってやつがあって、もう一個、個人的にね、テトロドキサイザーがね、すごくね、よくできたなと思ったの。思ったんですよ、歌ってみたやつで。え、なんかギガピーさんのやつだったっけ。そうそうそう、ギガピーさんの。ねー。そう。ほら、まっさーくさま。っていうね、曲なんだけどね、リスナーさんがね、リクエストしてくれて、そう、知った曲でね。いやー、リスナーさん、ありがてー、ありがとうございました。あの時はどうもありがとうございました。なんかコメントが暗号みたいになってる。暗号、本当だ。大丈夫かな、大丈夫ですか。プラチナデータは歌ってないけど、プラチナは歌いましたよ。シャルさん大好き、ありがとう。不意な告白ですね。不意に告白されちゃった、どうしよう。ひゃーひゃー、なんかこう、もう 2時間くらい過ぎ、2時間ちょっと過ぎたけど、皆さん大丈夫ですか？疲れてきてませんか？疲れたらね、ちょっとね、画面見てると休憩ならないからね、一回パソコンから離れたらいいと思うよ。いやー、大丈夫？よかったよかった。大丈夫？大丈夫？よかった。まだね、大丈夫で元気みたいで、よかったよかった。よかったよかった。まだね、一人ね、ゲストさんが残っているのでね。ね、そうそう。そう、残っているので。ね。そう、最後までね、お付き合いいただけるととてもありがたいのですが、どうでしょうか。元気ないかも、応援して。頑張れー、頑張れー、超頑張れー、まだいける、お前ならやれる。頑張れ。サイルの声聞いてると元気出てくる。ありがとう、ありがとう。もう、ありがとう。まだまだいける？頑張るぞ！あーっつって。お、明日テストね、大丈夫ですか？大丈夫ですか？それは勉強しなくていいんですか？いや、みんな、頑張れよ、頑張れよって。すごい他人事だね。シャイルさんはね、ちょっとまだ緊張してて解けないので
大丈夫じゃない。そう、まだ緊張してる。そう、なんか慣れないことをするもんじゃないなって本当に思う。うん、だってねえ、もう3時間以上予約枠で取ることなんてないもの。そうなんだ。うん、前はね、6時間放送とかね、頑張ってたんだよ。すごいね、よくそんなに喋ったり歌ったりとか。いや、ね、疲れない？大丈夫？時間があったからね。ほら、もうなんだろうな、もうね、ダメだ、もうあの頃の元気はない。若かったからな。でもシェイズまだ若いから元気だよ。いや、もうおじいちゃんだからな。うん、今ね、356歳だからな。そっか、そういう設定だったね。うん、そうなの、設定があるの。うん、でもその設定なんかあやふやだよね。なんか毎回年が変わるんだよね、覚えられなくてさ。自分の年がね、全然覚えられないんだ。うん、いや、覚えなきゃなとは思ってるんだけどね。まこつ、あ、うん、はい、いらっしゃい。うんうん、テスト勉強しないで放送見てる、ダメだよ。やっておいで、タイムシフトついてるよ、行っておいで。はい、まこつ、あ、いらっしゃい。まだ間に合いましたね。うんうん、設定があるんで、そう、シャイルはね、こう、ネット上の仮の姿で中の人がいるので設定なんです。仮の姿なんです。うん、このゆるちゃんが描いてくれた絵に声を当てている誰かがいるんです。それが中の人なんです。うん、ということなんです。そういうことだ。うん、あ、7周年ありがとうございます。ねえゆるちゃん、そういうことなんだよね。ね、そうそうそう、笑われてる、すごい笑われてる。笑われてる。お茶好きですかって書いてあるよ。紅茶は大好きです。ちょ、うんね、最近ね、紅茶ケーキがとても食べたくて、うんうん、紅茶とバナナのケーキ、お、美味しそう。うん、美味しいよ、美味しいよ。シェイルが作ったおやつ食べたい。え、あ、また送る。やったうん、え、じゃあ紅茶とバナナのケーキを送るよ。うん、いっぱいいっぱい作れるから、こう送れる気がする。焼き菓子だし。うん、よし、頑張って作るぞ。うんうん、ぜひぜひ、夏が終わったら。あ、そうだね。ね、夏の間はね、暑いからね、危ないからね。そっか、焼き菓子でも危ないか、やはり。うん、ね、クルビじゃないとちょっと食べ物は怖いね。うん、怖いね。ああ、紅茶置いていい。そんなちょっと不意に笑ってしまって、笑ってしまったじゃないですか。ちょっと不意にそういうことを書くから。不意打ちですよ、もう。赤ちゃん言葉で喋って。嫌です、恥ずかしいです。拒否した。恥ずかしいのでダメです。怖い話。怖い話といえば、昨日話してたやつ。なんだっけ？あ、都市伝説とか？そう、昨日都市伝説話してたね。ね、ちょこっとね。なんだっけ？何の話だっけ？怖いのがあったよね。都市伝説ね、なんかいろいろあるけど。うん。なんだっけな？なんだっけな？なんだっけ？これでいいのだ？うん。おそ松さんネタあったね。そう、おそ松さんの編集さんが原稿をなくしちゃったんだけど、赤塚先生がこう偉大すぎたみたいなね、話がね、あったね。うん、こう、なくして謝りに行ったんだよね、首覚悟でね。そしたら、赤塚先生が、そんなのまた書けばいいのよって言って許してくれたっていう。すごい優しい先生。うん、その時ってほら、手書きだからさ。うんうん。うんうん。こう、なくしたらまた書かなきゃいけないっていう。ねえ、手書きの原稿なくすとか、ちょっと痛いね、だいぶね。ね、普通だったら。心が折れる。怒られるってか、もう首だよね。うんうん。うんうん、社会的に抹殺されてしまうとか、こう。うん。なんだけど、こう、これでいいのだって言って許してくれたっていう話。
わ、全然怖くない話だ。うん、ね、怖くはないね、うん、すごい話だなとは思うけど。バババババババ、すいませんでした。なんかあった？大丈夫？あ、何もない、大丈夫。うん、そういう、なんだっけ、怖くない話だったね。はい、怖くなさすぎて逆に怖い。なんだろう、怖い話か。怖い話、うーん、怖い話なんかある？ねえ、なんだろうね、あんまり聞かないよね、うん、怖い話ね。ね、怖い思いをしたことがない。 あるけど、ないね、連帯券とかね、うん、ないね。なんだろう、なんだろう、あ、夜家に帰って玄関を開けたら、うんうん、天井からゴキブリが降ってきて、それは嫌すぎる。そう、手に当たってガサガサガサって逃げていったっていう。あれはね、体験すると怖い。それは怖い、怖いし、すごい嫌だ。そう、あの、暗くて何か分かんなかったんだよ、その時。うんうん、でもあれは絶対ゴキブリだったと思うの。嫌すぎる。だって天井から落ちてくるってさ、ね、しかも虫の形してて、カブトムシと同じような大きさで、いやあれは絶対ね、ゴキブリだったと思うんだよね。いや絶対 G だね、それはね。うんうんうん、もうあの時からね、ドアを開けるの、開ける時にね、もう一歩引いてしまう足を。ねえ、でもそうだよね、今の時期はちょっと気をつけてないとさ、奴らはどっからやってくるかわかんないからね。そうなんだよね、夜行性だからさ、人が見てないうちに入ってるんだよね、家の中に。ね、そうそう。うん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 、怖いよ、怖い。霊感ありますか？いや、今まで見たことないのでありません。ね、霊感ある人ってなかなかいなさそうだよね。ね。そしてシャイルさん、幽霊は信じて いませんので。うんうん。うんうんうん。いや、ね、やっぱ自分が感じられないものは信じないって感じだよね。いや、でもシャイルさんはちゃんとね、説明できる理由があるの。信じないっていうこと。あるの？あるの？うん、あります。あるけど説明しないよ。あれ説明するのかと思ったのに。あー、でも言わないとダメかな。ほら、物が動くには何かしらエネルギーが必要なわけだ。うん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 、でん、なんかほら、機械だって電気が必要だし、人間だって食べ物がいるし、空気がいるしっていう、うんうんうん、ね、こうもね、何かが持ち上がるにしても何らかの必ずエネルギーが必要になるわけでしょ。それをさ、木だけで動かせたらすげえよなっていう話、うんうん、ですよ。なるほど。うん、こう、ウケーって念じただけで動いたらさ、うん、ね、すごいと思わないね。うん、すごい地球に優しいよね。ねー、うん。だから絶対にないと思う。うん。いないと思うのだ。幽霊舐めちゃあかんでって言われてるよ。ペロ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 。いやー。でも見たことないからね。うん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 。そこでダークエネルギー。ダークエネルギーってなんだ？なんだ？でも、いたらさ、いたら宇宙人はどうなるの？宇宙人はでもなんか信じてしまうけどね。うん、うん、ね、でも幽霊はいないと思うな。いやいやいや、でもね、でもね、でもね、こう幽霊がいるのといないっていう人のね話はダメだよ、長引いちゃうから。そう、でも信じない人は信じないで、信じる人は信じるでいいと思うんだよね。うん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 。ね、だってシャイルさん怖い話は好きだし、そういうのが嫌いなわけじゃないもん。そう、そうだよ、いいんだよ、いいの、いいの。実際のとこなんかわかんないからね。そうそう、
なんかすごい怖くなってきたね。なんで？なんで？怖い要素あった？怖くなってきたね。なんかこう、うん、今ドドドってきたよ。うん。最近怖かった話、ゆるちゃんはある？怖い話、なんだろう。ないかな。いやー。ベッドの下覗いたらすごいホコリがとか、あ、でもゆるちゃんの部屋ベッドなかった、ベッドない、うん、なかった。ジェロさんの後ろには今猫がいました。あ、しょうちゃんが、うん、そう、きょうちゃんがね、ゴロンして寝てるよ。そう、優しい世界。そうだよ、人はみんな優しい世界で生きてるのだよ。はあ、怖い話をして終わりましたね。あんまり怖い話になってないような気も。なんだろう、怖い話ってなんだろう。怖い体験したことないんだけどな。ねえ。うん。なんだろうね。ねえ。閉めたと思ったドアが開いてたことあった。ほう、風で開いちゃったとか、うん、しょうちゃんが開けちゃったとかじゃなくて、こうガチャって閉めるタイプのドアで、開いてたの。あら、ちょっと不気味かな。でも多分閉め忘れただけだと思う。そっか。そう。あ、もう時間が来ちゃったのか。よし、ではここまでお付き合いありがとうございました。ノープランでやっちゃダメっていうことがやっぱりよくわかったよ。ね。うん、よくわかった。じゃあ、今日はありがとうございました。またありがとうございました、うん。またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ではここからまたちょっと休憩を取ります。喉が死んでしまうので、はい、じゃあちょっと次のゲストさんが来るまで皆さんお待ちください。